はい。じゃあ、お時間になりましたので、よろしくお願いいたします。はい。皆さんね、こんな裏番組に来ていただきありがとうございます。ちょっとね、皆さんの顔見ながらね、一生懸命話しますので、よろしくお願いします。ではですね、変化に強いチーム作りとチームを支える組織文化を作り出す仕掛けを大公開ということで、北川より発表させていただきます。はい。で、動かない。ちょっと待ちよ。はい。動きましたね。はい。で、今回このテーマを話す私のモチベーションなんですけども、私、マインドおじさんです。何かあればマインド言うんですが、過去、スクフェスの大阪とか三河でも何回も講演させていただいてはいるんですが、基本的にマインドの重要性について何回も話をしてきましたと。で、結構ね、スクラムをやりたいわけはないよね、みたいな。アジャイルになりたいんだよね、みたいな話をしてるんですが、マインドの注入ってめちゃくちゃ重要ではあるんですけども、ただスポット的には効果があっても、か定着するまでは至らないというのは結構ありましたと。で、定着させるためには、やっぱり継続させる仕掛けというものも重要というのも見えてきて、今回そこについての、モチベーションで、開発ベンダーの私たちの、仕掛けを知ってもらうことで、何かのヒントになれば嬉しいなということで、今回話をさせていただきます。はい。でですね、ちょっと今回ね、情報量めちゃくちゃ多い、書いちゃいましたので、どうせ裏番組で来ないかなと思って資料見てもらえばいいかなってことで、情報量多いので、ちょっと駆け足の早口になるかもしれませんが、後でまた資料とか見てもらえればと思います。で、まず軽く自己紹介をさせてください。私は、IID ですね、インターネットイニシアティブっていう会社に所属していますと。はい。で、あと、スクフェス三河の実行委員もやっておりますので、また今年のスクフェス三河、皆さん、プロポーザルお願いします。ツイッターもね、QX ですね、何がよかったらフォローしてください。はい。で、あとね、いろんな情報も発信しておりますので、会社のところ、もしよかったら見てもらうと嬉しいです。はい。で、あとですね、これちょっとスポンサーセッションなんでね、社畜の仕事だけ少しさせてください。はい。インターネットイニシアティブの紹介です。で、IIJ ご存知の方はいらっしゃいますかね。一応、国内初の商用インターネット接続サービスをやった事業者ということで、一応日本のね、インターネットを支えてきた会社といった形になっております。で、一応93年の創業からいろんな国内初をやってきまして、直近だと18年ですね、2018年に、IIJ ミオの方で、フル MVNO をやってきたというのがあります。でですね、一応インフラの会社なので、その辺の方が事業多いのかと思うと、実はですね、インテグレーション事業の方が圧倒的に多いと、売上が多いというところで、ちょっとその SI の側面もあるっていう会社になっております。で、一応、インターネットの会社っていうところで、インターネットのいろんなサービスを使いつつ、お客様の価値を作り上げていくといったことをやっておりますので、もし何か困りごとがあれば、言ってもらえれば、いろいろお手伝いできることもあるかなと思います。はい。じゃあ、社畜の仕事は以上ですね。はい。ここから本題に行きます。で、冒頭で開発ベンダーの話をさせてもらったんですが、ちょっといろいろ特殊なところもあるので、まず前提の知識を揃えるという意味で、この辺のスクラムのチームの事情を話をさせてもらいたいなと思います。で、まず私たちの立ち位置ですね。この辺がうまく定まらないと会話もできないと思うので、立ち位置ですと。で、先ほどの話があった通り、一応インテグレーション事業に属していますと。で、組織的には、お客さんのお金で動くこのビジネスニートというところにいます。で、その中で、顧客フロントとして、IIJ のサービスを使いながら、ビジネス拡大に貢献するという形で、ちょっと特殊、4か、この私たちの会社すごい特殊で、ここのところだけは一応スクラムチームお客さんと組んでやりましょうということをやっていますと。はい。で、ただ疑問もあると思うんですよね。そもそも開発ベンダーのスクラム怪しいと、需要があるのみたいなところがあるので、ちょっとここも軽く、前提をやりたいと思います。で、ここもこれスクフェス大阪で話した内容になってしまうんですけども、こちら DX 白書ですね。ちょっとこの赤線を見てもらうと、結構外部委託の比率が日本は高いですねというところで、どうしても、皆さんもご存知の通り、外部委託頼みになっていますと。で、じゃあですね、内製化すればいいんじゃないかってあるんですが、大企業はね、体力があるんで、なかなかできると思うんですけど、中小企業ってね、全然進みが遅いですと。で、じゃあ、なんで遅いのかっていうところに来ると、やっぱり人材不足とか育成、スキルの問題があるのかなっていうところで、まだまだね、時間がかかりそうだなっていう印象です。で、結局どうなのっていうところなんですが、こちらは、需要、日本はまだベンダーによる開発が主流かなっていうところと、これちょっと古い記事ではあるんですけども、この IPA からも、ユーザー企業と、ベンダー企業が、共同してアジャイルするみたいな、いうところを求められていますというところで、需要はまだまだあるんではないのかなと思っております。はい。ではね、そんな開発ベンダーの現場ですね、これも何が起きているのかっていうところなんですが、結構ね、顧客が変わったり、同じ顧客でもね、案件が変わるということはしょっちゅうありますと。まずそうすると、ビジネスドメインがごっそり変わりますねっていうところで、このね、ドメイン知識がね、ゼロスタートになっちゃいますと。は
あ、ちなみにこのキャラクターのバリー君って言って、あやで非公式なんですけどね、バリー君というキャラクターなんで、今回いっぱい使ってます。で、あとね、技術でね、ごっそり変わるというところで、まあ、結構使ったことない技術やサービスを平気で使うようになりますと。で、あとね、人の入れ替えも結構発生しますというところで、やっぱりお金が発生するので、それによってインアウトだったりとか、あとやっぱりね、ビジネスパートナーという形で協力会社に来るんですけども、まあ、そこの都合でもやっぱりインアウトが発生してしまいますというところで、はい。まあ、開発ベンダーね、変化に強くないといけませんねっていうところです。はい。だからですね、まあ、変化に強いチームが必要というところで、やっぱりスクラム。まあ、変化に強いという意味でスクラムチームが実は適してるんじゃないかと思っております。で、じゃあ、変化に強いチームって何でしょうかっていうところなんですが、まあ、先ほどのビジネス、技術、人の観点でいきますと、まずビジネスですね。こちらゼロから学ぶところにまず抵抗がないと。で、技術のところも、こちらは同じように抵抗はないんですが、やっぱり技術、変化を楽しみながら、使いこなせると。で、あとですね、こちら、結構重要なんですが、まあ、メンバーのイン、アウトがあっても、まあ、チームですね、チームの文化っていうものがちゃんと継承されていれば、チーム生きてくれますので、まあ、そこらがちゃんと継承できているといったところかなと思っています。ただですね、チームがこうなりたいと思ってても、まあ、組織が、まあ、それに対応できてないと、まあ、結構大変なことになるんですよね。まあ、結構 ABC がいろいろやりたいって言ってても、まあ、組織がね、いいけど、まあ、失敗許さんぞと、まあ、即結果出すよ、みたいな。まあ、こんなんじゃね、結局何もできないというところで、じゃあ、それらを支える組織文化って何でしょうかというところです。で、これはいろんな考え方があるかなと思うんですが、まあ、私たちですね、技術4課が考える組織文化としては、まあ、組織が目指す姿としては、アジャイルな組織にもなりたいなと思っております。で、まあ、どういうところかっていうところで言うと、まず、指示とか命令ではなくて、おのおのが協調して話し合って動けるような組織。そして、組織がちゃんと文化、チーム文化とかを守る組織。で、あとですね、こちら大事なんですけども、組織運営も、まあ、アジャイルになっていかないといけないと。まあ、要はチームの、組織の成長をどんどんインクリメントしていくといったところが求められるかなと思っています。はい。ではですね、ここから本題ですね。じゃあ、そういう組織とかチームを作るには、まあ、どんな仕掛けをやってますかっていうところなんですが、すいません。またね、これマインドおじさんが発動します。仕掛けの話をする前にというところなんですが、じゃあ、なんで仕掛けが必要なのかっていうところです。で、私たちがやりたいのは、この行動変容を起こしたいですと。変化に強くなりたいと。で、今までは、このマインドっていうところで、まあ、注入ですね。マインド注入したり、意識しましょうみたいなことをずっとやってきました。で、その辺の話はずっとスクベースの大阪とか三河でやってきたんですが、やっぱこれだけじゃ一時的だって変わらないと。いったところで、やっぱりこれを定着させるためには、まあ、継続させる仕掛けがちゃんと必要だなというところ。で、そこにも、直接的な仕掛けと間接的な仕掛けがあるんですが、まあ、私は結構直接的より間接的が好きなので、まあ、間接的な仕掛けが効果的だと思っています。はい。なんで、行動変容をね、起こすには、マインドの注入と仕掛け。この両方がセットが一番効果があるというところです。で、じゃあちょっとね、仕掛けとはっていうところで見てみますと、まあ、ご存知の通りだと思うんですが、まあ、目的のために巧みに工夫されたものと、まあ、装置からくりとかね、まあ、策略みたいなこともあるんですが、目的があっての仕掛けなので、この仕掛けだけを真似しても何も意味がないと。やっぱ目的を持ってやらないとダメですよというところが、まあ、重要かなと思っています。はい。というところで、まあ、この前提がありつつ、じゃあ現在どんな仕掛けを私たちがやっているかといったところです。で、そうですね。結構無理やり当てはめました。なんかいろいろやってるんですけども、無理やり当てはめました。ただこの仕掛けのね、科学がちゃんとできてるわけじゃないんですが、まあ、変化に強い組織を作るところとか、チームに作るところ、まあ、あとね、なんかうまくできなかったところみたいなところを紹介できればなと思います。で、まずですね、変化に強い組織文化っていうところで、仕掛けというところで、これちょっと特徴的なところがあります。これチームノックノックっていうところで、これスクーフェスメーカーでよく話してる話なんですけども、目的としては運営もアジャイルになりましょうというところです。組織運営をスクラムで変化に通じしながらやりましょうっていうところですね。まあ、テーマに沿ってビジョンゴールに向かいますっていうところで、ちょっとメタ的な話になるんですが、チームは何らかのプロダクトとかサービスにインクルメントするんですが、私たちはその4課っていう組織をチーム、サービスですね。サービスと見立てて、それを成長させるという意味でやっています。まあ、テーマとしてはね、この3つですね、がありますと。でですね、まあ、進め方、まあ、基本的に私たちのチームは課なんで、この課の目標を達成するためにやってます。で、一般的なね、組織の運営だと、まあ、事業計画やってみたいな、こういった計画立てて、まあ、月か9単位で、なんか評価してみたいなことをやるんですが、まあ、やっとることは一緒なんですが、まあ、これをもっと1週間単位で、
小さくやってインクルメントしましょうと。まあ、要はピポット的にやりましょうというのをやっております。で、もうちょっと具体的に言うとですね、まあ、さっきの子ですね。まず、あ、このチームノックノックっていうのは、技術四化っていうサービスを、この3つのテーマでインクルメントしましょうと。で、じゃあ、その、まず、あ、3つのテーマのうち、まず営業ですねと。で、営業、こちらは、やっぱり案件を取らないといけないので、まあ、既存顧客であれば新規案件。で、あと新規顧客も取りますという営業をします。で、その営業するにも、そもそも知ってもらわないと、私たち知らないと営業も刺さらないので、まず知ってもらうという意味で広報活動。まあ、これもある意味それに一環に近いです。まあ、種まき活動ですね。で、これで初めて顧客が取れましたと。ただ、ここでですね、変なものを作ったらがっかりされてしまうんですね、やっぱり。なので、まあ、高品質なサービスを、まあ、アジャイルに提供できるチームを作っていきましょうというところで組織運営ということで、これら、バックログを、ちっちゃくバックログを作って、どんどんやってるということをやっております。で、ちょっと重要なのが、これ、ただやるだけじゃなくて、これらの活動がちゃんとエンドユーザーに、まあ、どんな価値が提供できるのかが説明できる。まあ、バックログですね。ちゃんとそこがユーザーストーリーとなっているかというところが重要だと思っています。まあ、こんな活動をしております。はい。ちょっと次に行きます。で、まあ、LT、ライトニングトーク。これね、いろんな企業やってるので、まあ、今更感はあるんですけども、ちょっと特殊なんで、うち話をしますと、まず目的としては、まあ、純粋に楽しいっていうのもね、あるんですけども、まあ、基本的にチームは固定ファシリテーターはいないです。まあ、誰もがやっていくっていうところで、やっぱり会話になれない人、人前で喋るのが苦手な人もいるっていうところで、まあ、それを伝える力を伝えましょう、鍛えましょうということでやっています。ですね。こちら、実は LT って結構皆さんやってるところだと、まあ、なんか月1回とか、で、あと、業後っていうのがあると思うんですが、まあ、私たちは毎週木曜日ですね。まあ、今日実は13時からやってたんですけども、業務時間内でやっています。もう180回やってますし、ネタも700個以上揃っているといった状態です。で、ここで大事なのが、まあ、この LT が組織の当たり前文化になっているというところかなと思ってます。結構ね、たまにやろうとするとみんな嫌な顔すると思うんですけど、これが抱えと一緒ですよと言えば、抱えってみんな嫌な顔してもやるしかないじゃないですか。それと同じ位置づけにしてます。ある意味、はい。で、結構それをやってるとですね、お互いを知るという手段でも非常に重要な位置づけなので、まあ、これもかなり組織を作る上では非常に重要な位置づけな仕掛けとなっています。はい。で、あとですね、スクラムマスター使いっていうのもやってます。で、これはですね、スクラムマスター、やっぱチームがそれぞれ動いていくと、どうしても小さくその中で閉じこもってしまうので、まあ、それらをもうちょっと密にしましょうっていうところで始まったところですね。まあ、それぞれのスクラムマスター同士が、まあ、経験から学んだこととか、失敗したことを、まあ、共有し合って、チームを底上げしましょうとやってます。まあ、あとね、悩みを吐き出す場もね、必要かなっていうところで、まあ、ここの場何でもありなんですけども、そういう場も設けてます。で、これもさっきの LT 会と一緒で、毎週やってます。ちょうど、まあ、この木曜日の、これは13時、15時、16時なんで、本当1時間前にやってた話なんですけども、まあ、ここ、本当テーマ何でもいいんですけども、まあ、とにかくいろいろ話してみんなでわちゃわちゃしましょうっていう回ですね。で、結構最近で面白かったところが、なんかこう、スクラムマスターがですね、チームはまあなんとなく元気がないと。で、そういう時何かしてることありますかみたいなところ。で、話を聞いてみると、結構ね、出入り始まりがすげえシーンとして始まるとか、で、一生懸命ね、アイスブレイク入れてもすげえ滑るみたいだって、辛いですみたいな話があって、まあそこをみんなでわちゃわちゃして、たまには AI に聞いたりして、まあ盛り上げてると。で、まあ下の中ヒントを持って、ヒントをまあ受けて持って帰ってもらうということをやっています。はい。で、あとね、ワンオンワン。まあこれもね、皆さんやってるところなんで、言わずと思うところなんですが、ちょっと特殊で、うちは、SaaS 企業ではないので、どうしても、プロパーというよりも協力会社さんが多いというところで、成長させるっていうよりも、まあ、そのプロパーさんの状況をあ、僕はですね、協力会社さんの状況をちゃんと知って、まあ、そこにいてもらいたい。まあ、健康診断みたいな位置づけでやっています。はい、まあ、その辺はちょっと違うかなっていうところですね。はい、時間もね、どんどん来ますので、次行きます。はい。あとですね、コーチングですね。まあ、ここもコーチングが普通やってるところはあるんですが、私たちのコーチングっていうのは、さっきのチームがいろいろ動いてると、まあ、その中でどうしてもちっちゃくなっちゃうんですよね。その自分たちしか見えなくなるので、まあ、そこを、まあ、タコツボかって言ってますけども、まあ、そういう状況を見つけたら、まあ、なんとかこう、外に、もっと外行けよみたいな、背中を後押しする、やってもいいんだよみたいな、そういうことをするためのことをやっています。で、それが言うのにも、まあ、いきなり言われると、イラッとされるので、まあ、基本的には結構常に顔を出して、いい環境を作ってから、ま、そういうことをやるということをやっております。はい。ではですね、次にチームのですね、そちらのところの仕掛けのお話ができればなと思います。
で、あとチームビルディングですね。で、ここは、まあ、新規で作るときもそうですし、まあ、出来上がってるチームに人が入ってくる場合もそうなんですが、やっぱりこの一日でも早くチームになってほしいというところでチームビルディングはやっています。で、アジャイルとかね、スクラムやったことない人があれば、まあ、レゴスクラムで経験してもらったりとか、あとチームになるために、まあ、お互いを知ったりというのを、まあ、ワーク形式でやってます。で、大体3日間ぐらいのコンテンツ、これは人が入ったら、大体やってます。はい。で、まあ、スプリント、新規のね、案件の場合はね、スプリントゼロでやることをやるんですけども、まあ、途中から入る、まあ、ジョインイベントみたいな時は、この辺の、左側ですね、それを2日ぐらいかけてやっています。あと、まあ、全員に立つというところで、まあ、冒頭のライトニングトークでも話があったところなんですが、まあ、誰もがファシリテーター、まあ、誰もがロガーになるっていうところをやっています。で、結構ね、まあ、アンチパターンでね、ファシリテーターはスクラムマスターが、みたいなところがあるんですが、まあ、それは絶対しないです。基本的には誰もが平等に回ってくると。で、新規に入ったメンバーも基本的には、もうすぐ次の週からやってもらっています。で、ただやっぱり不安になるかなと思うので、基本的に準備とかはモブとかですね、モブで基本的にやって、みんなでサポートしながらやるというところで、このいいところはですね、やっぱファシリテーターになると、当事者意識を持つんですね。早く覚えなきゃいけないと。というところで立ち上がりがめちゃくちゃ早くなります。あと、これね、終日オンライン顔出し。これ話すといつもね、宗教だって言われるんで、なかなか辛いんですけども、まあ、私たちは、基本コミュニケーション、オンラインが多いので、やっぱ質を高めるためには、カメラ顔出しが必要だと思ってますと。で、これ僕いつも言ってるんですけども、やっぱ五感のうち、聴覚と視覚しかない中で、この聴覚だけになると、本当にもう情報量が落ちてしまうというところで、少しでも上げるために顔出しは必須としています。で、ただですね、監視が目的ではないので、まあ、慣れてしまうとね、みんな普通にカメラオンのままとかで抜けたりするんですけど、まあ、こういうこともやっておりますというところですね。で、まあ、あと、ペア、モブは、まあ、皆さん、ここは普通にやってたりとか、意味は、ここは変わらないので、ちょっとスキップします。で、あとですね、全部入りっていうところで、まあ、何でもできるチームにしたいというところから、そういうことをしています。で、結構、フロントエンドチームとかバックエンドチームみたいなところもあるかと思うんですが、まあ私たち、まあそもそも一つ一つのまあサービスが小さいところもあるので、基本的には何でもできるようにとしています。まあ、苦手意識をなくして、まあどんどん吸収してもらおうというのをやっています。で、こちらですね、結構なんでしょうね。まあ、とあるチームってあるんですけども、結構私、名古屋で製造業が多いところで、協力会社さんって結構クラウド触ったことないとか、アジャイルやったことないっていう方もいるんですけども、まあ、結構ここで入ってもらうと1年後には結構何でもできるエンジニアになってたりして、まあ、最初からできないと思わせるんじゃなくて、やってもらうというのが大事かなと思ってます。はい。残り2分ですね。で、じゃあ、ちょっとうまくいかなかったところっていうところですね。ちょっと話をしたいと思います。これ、まあ、意識を、マインドをね、向上させようというところで、まあ、絵本みたいなのを作って、それを読んでもらえれば、なんかマインドが注入できるんじゃないかみたいな仮説のもとをやったんですけども、こんなの書いて。まあ、全然ね、一時的には上がったんですけど、みんなご存在すら忘れてね、なんかドキュメント作って私はいいなんていうのはすげえおこがましい考えだったな、ちょっと反省しております。で、あとですね、スクラムガイドってやっぱり、なかなか読む手によって捉え方が違うので、自分たちの経験を持って、このガイドを作ろうってやったんですけども、結局これもね、自分たちどんどんアップデートするんで、これ書いた内容で古いんですよね。なんで、結局古い情報残したって誰もまあ見ないっていうところで、まあ、これも無駄な労力だけ使ったなっていうことで、はい、まあ、失敗した例です。はい。でですね、まあ、こういうことをやってきた中で、実際チームどういう状況なのかっていうので、とあるチームの紹介をしたいと思います。結構もう開発者、まあ、どうしても PO は、お客さんになってくるんで、開発者は、開発ばっかりになると思うんですけども、めちゃくちゃビジネスドメインが好きで、なんかそこばっか強くなったチームとかもあります。なんかやったら毎日聞いてますね。なんか PO ニュースでの話を。で、あと、もう本当スマホアプリ、フロントエンド、バックエンド、インフラ、あと運用も全部やってるチームとかも今できています。はい。なんか気がついたら、もうそこに任せれば何でもできるというチームもいます。というところで、まあ、ここもチームが変化にね、追従した結果、強くなったのかなと思ってますので、まあ、この取り組みかどうかっていう関連性はわかんないですけども、まあ、良かったなと思っています。というところでまとめですが、私たち変化に強くなるマインドですね。こちらを浸透させるために仕掛けっていうものを用いていますと。やっぱり仕掛けはね、目的があって初めて効果を発揮するっていうところで、まあ、
いろいろこの仕掛けを真似ても、まあ、あんまり意味がないかなと思ってます。で、あと仕掛けは別に大掛かりじゃなくてもいいと思うんです。まあ、今回載ってるのってすごい単純なことばかりだと思うんですけども、まあ、そういうところを、まあ、持続可能な仕掛けにして、まあ、チームと組織をどんどんインクリメントできるといいかなと思っております。はい。なのでね、自分たちに効果がある持続可能な、まあ、仕掛けを、まあ、マインドと一緒に、はい、実践していきましょうというところで、私の発表は以上としたいと思います。どうもありがとうございます。